どうも、6面ステーションの下地と6面と坂薙です。今回はですね、皆さんM グラム診断ご存知ですか？あ、皆さんって僕たちも含んでた知らないです M グラム診断っていうのは、まあ、ネットでできる自分の性格を超精密に診断できて、自分を構成している性格をハッと見せてくれるっていう診断なんですけども、僕昨日やってみたんですよ。で、やってみたら最後このハッと性格が出るんですけど、その下の方をスクロールしたら、あなたと石原さとみの相性がいい確率みたいなのが出てくるんですよ。石原さとみに好かれる確率っていうのが出るの。すごくない？すごいね。ちょっとこれをやってほしい。 30% 以上であれば実際に好かれる可能性があると言えます。はあ、でもさ、石原さとみさ、どっかの社長と付き合ってるっしょ。てかデブ嫌いだよ石原さとみ性格じゃん。はい、出ました。出ました。はい、じゃあこれが僕たちの性格です。じゃあこれを、まあ、自分では分かんないから、人のやつ見て当たってるかどうかとね。まずシモディから見るか。おー、下の行は分かるね。下合ってるわ。そうだね。まず感受性高めっていうのは、甲子園の試合を見てなんかすごい感情移入してたよね。そう俺ら精神になりきってたから、監督にもなりきってた。監督つまんねえわって。あと誘惑に弱めっていうのは、体見たら分かる。配慮してる。で、じゃあ次俺6面。ああもうツボラ。はい、正解正解正解。ちょっとドライ、ちょっとどころじゃないと思うけどね。やばい、これは6面合ってるわ全部。考えすぎないってのが考えたことないもん。これめちゃめちゃ合ったな。魚木は、はい、俺ね、よいしょ、コリショ合ってる。めんどくさいやつじゃん。人気強いやつじゃん。なんでどこからどこが、まあまあまあこんな感じです。こんな感じです。こんな感じですよ。はい、まあ次の下の方行くと、はい、でまあついに石原さとみさんがどれだけ好きになるかっていう確率が出るんですけど、はい、じゃ僕から発表します。はい、僕は 44.0%。 48.86%。 おー、ディグ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 CM。 膝ケジャップしてみ、膝ケジャップしてみ、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 関節キスしてみたいな。あ、それそれ、うん、あれを全力でやってください。うわー、それは恥ずかしいわ。いや、わかんない。いやそれ恥ずかしい。だってあれでしょ、関節キスしてみ。あ、もうやっちゃった。じゃあちょっともう一回やり直しで一人ずつ作ってください。はい、石原さとみが分かんない。え、あ、シン・ゴジラ、最近シン・ゴジラ見たから。それからヒントあります。ゴッツィラ、ゴッツィラ、ゴッツィラ。何してんの、ね、石原さとみごっこ。怖い。石原さとみの彼氏は前田裕二っていう、はい、ショールームの社長なんですよ。はい、で、そのショールームの社長のウィキペディアでその人の性格を見ます。東京都生まれ、早稲田大学、 UBS 証券会社入社。何このエリーって感じね。で、金持ちになってゆくゆくは石原さとみと。はは。はい、はい、どういう性格にしました？僕はさっき自分が答えたのと全く逆の、うん、で、さっき好かれる確率が 45% だったから、うん、真逆にしたらその足りてない分もらえるかなっていう考えだったんですけど、うん、なんかそれ違くない？その理論は違う。その理論は違う。この理論違うってなっちゃって、そう、外してるとこだけ修正しないといけないっていう。あげなきゃいけない。
俺は、うん、俺はその社長っていうのを聞いた時に、うん、全部社長っぽい回答にした。行動力あります。企業家っぽい、そうそう、企業家っぽい、うん、意識高い系の感じにした、うんうんね、私はさ、完璧な人間って、まあ、作ろうと思えば作れるじゃん、うん、フロン全部逆にした。もうほんとクズ男ゴミクズの中のゴミクズ男でした。ちょっと見ますね、はい、じゃあまず一人ずつ読んで、とりあえず、あ、俺のさ、この八性格を見てほしいんだけど、うん、ほら、逆になってんだよ。ほら、じっくり考える。僕はこのロジカルマンっていうのがすごい社長っぽい。何ロジカルマン。ちょっとドライ、まあほぼダメですよね、うん、ちなみに変化求めないのはやばいね、やばい一番これこいつクズだなっていうのにした質問はどういうやつ。何かイライラしたらすぐ物に当たりたくなる。はいめちゃめちゃはいじゃあ結果発表いっちゃっていいですか。はいはい、僕ですね、石原さとみが少年性格を好きになる確率、お、58.57%。すごい。しかも、この少年の世界好きな人めちゃくちゃいるっていう。97.46%。やっぱ社長はモテるんだな。社長はモテる。60は超えられなかったね、でも。で、うん、俺の48位だから、逆にすると、うん、52。あれ、ね、あれ42。その理論は間違ってるんだけどね。目標が52。とりあえず52は超えたい。52超えたい。いきますよ。はい。29。だれ。あー、もう全然忘れた。俺と全く性格が逆の人は、うん、石原さとみには好かれません。だってお前も好かれないだろ。じゃあ最後だぞ、いきますよ。やっぱな、外れますよね。はいはい、外れました。はい、やっぱり石原さとみは社長が好きなんで。そうですね。はい、じゃあということでね、皆さんも石原さとみとの相性が知りたかったら、ぜひこちらをやってみてください。ということで、坂抜くんの罰ゲームでこの動画は終わりたいと思います、はい、それでは明日お会いしましょう。さよなら。ちょっとゆず、え、ちょっとどういうこと、え、ちょっとすっきり、え、ちょっと飲んでみ、ちょっと関節キッスしてみ。ふんわり狂月出た。どう